あ <music> 忙忙しい忙しいいもうすぐ書だっていうのに、間に合うかなあ、そうそう、社長なんだから、身だしなみも整えないとね。で、眩しい、社長になると、目がくらむようなオーラが出るのかあれ違う光ってるのは、私の頭だ。どんどん薄くなっていくな。そうだ、お金はたくさんあるんだし、薄毛治療しようかな。なんか緊張しちゃうな。ネットで調べたら、料金が高い分、先生の腕はいいみたいだし、期待もしちゃうな。こんにちは、早速ですが、カウンセリングを始めますよ。あ、はい。どれぐらい前から、ハゲ散らかってますいや、そんな、ストレートにハゲって、しかも散らかってるって。赤いポストには赤いいて言うでしょハハゲにハゲにって,言って悪 そうなんですけどね、薄くなったのは30代後半くらいからです。なるほど、30代から頭皮丸見えっと。丸っとは見えてなかったんですけど。それで、どれくらい毛を増やしたいですかそうですね、頭皮が見えないくらいかな。ちょっとわかりづらいですね。ハゲ脱却できたら次のうちどの髪型にしたいですか現役時代の具志堅陽光と若い頃の笑福亭鶴瓶と若い頃の井上陽水。うん。 どれもアフロだよね。で、若い子知らないからね。むしろ名前聞いた時点で、すぐアフロってわかった人いるなら手挙げてほしいくらいだよ。あの、アフロじゃなくて、普通の七三にできるくらいでお願いしたいんですけど。頭皮七の計算の割合ってことその七三じゃ治療できてないから、今の私だから。イデラッキオ七でサンプラザ中野くん三ってこと頭皮しかないし、お願いですから、ちゃんとカウンセリングしてくれませんか心の底から毛を生やしたいって思ってるんで。では、毛根の状態を見てみましょうか。お願いします。拡大カメラ持ってくるので待っててください。あの先生、大丈夫なのかなちょっと心配になってきた。お待たせしました。で、でかいや あ、それ星見るやつでしょう。最新鋭のカメラですが、何かあそうなの？そのままじっとしててください。え。 です何かあります非常にまずいですね。毛根がビッグバンを起こしてます。どういうことですかかつて観測されたことがないレベルで薄毛が進行してるって意味ですよ。それに宇宙が始まって以来、あなたほど男性ホルモンが強い人もいないでしょうね。それって治療できないってことですか現代の技術では難しいですね。そこをなんとかいくらかかってもいいんで。そこまで言うなら、まだ無人化の技術を使ってみましょうか。よろしくお願いします。これなんです ?UFO に見えるんですけど、3億払ったんですけど、大丈夫ですよね。安心してください。NASA の協力のもと 宇宙人からら譲っってもらった気配装置ですえ嘘よく写真とかで見る UFO って気配装置だったのでは行きますよ。痛かったら手を挙げてください。わかりました。ポチッとな。キゃー、痛い、痛いです、先生。あーい、我慢してくださいね。手挙げるって言ったじゃん。変化ないか、おかしいな。もう少しレベル上げますね。ウゃー頭皮が、頭皮が引っ張られる。 私とかさらアブダクションってやつじゃないの私の頭皮さらってもいいことないよおかしいなぁそのまま待っててください今説明書を読みますんで先に読んどいてあ宇宙人語で読めないやっておいうわあおっいったえ入いったのおめでとうございますふさふさですよ本当にですかえ頭に何かある髪の毛ですよおかえり私しのいしの髪の毛たちよお疲れちゃーんお疲れ様です何の用だよってあれ 嘘。うん、何か変わったことでもあるのかな。私は今までの私と何にも変わってないけど。<laughs> かぶってんじゃねえし。しこら。ムラ君。あ、まさか髪の毛のこと。地毛だけど、何か。んなわけないだろ。モブ子ちゃんには特別に引っ張らせてあげる。いいんですか。えい、地毛だ。ね、言ったでしょ。ルンルンルン。ち。自慢しに来ただけかよ。さーて、毛も生えたことだし、これからはスタイリッシュに行こうかな。うふふ。うん、なんかが抜けたような。なんじゃこりゃー。 うそうそうそ治療して1時間しか持たなかった3億も払ったのにうう泣いてないもん頭皮の光が眩しいだけだもって余計に泣けてきたううん3億円かけたのにハゲが進行しちゃったこの世には金で手に入らないものもあるということなのかいや私はまだ諦めないぞ